はい、こんにちは、116インズです。今回はドラフトをテーマにお話していきます。毎年夏に行われる MLB のドラフトでは、日本と同様にこれからのリーグを担う未来のスター選手たちがプロ野球選手としてのキャリアをスタートさせる瞬間です。その中でもドラフト上位指名を受けた選手たちは、これからに対する期待が特に高い選手たちばかりであって、今の MLB 見渡してもトップレベルに活躍している選手は、かつてドラフト上位指名を受けた選手という例もたくさんありますよね。ただじゃあドラフト上位指名でないと活躍できないのかと言われればそうでもなく、プロ入りした時の評価は決して高くはなかった。ドラフトの順位は少し遅めではあったものの、今主力クラスとして活躍している選手というのも当然います。今回はドラフト順位が少し低かった選手たちのドラフト当時の評価をベースボールアメリカなどのサイトの情報をもとに振り返って、当時はなぜそこまで評価が高くなかったのかを見つつ、現在との違いなんかも楽しんでいければなと思っています。まず一人目はメッツのジェフ・マクニール。マクニールは昨年打率3割2分6厘で首位打者にも輝いた好打者ですが、ドラフトは2013年の12巡目指名とかなり遅めです。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校でプレーしていたマクニールは、大学3年時に打率3割4分8厘と好成績を残し、また251打席でわずか11三振と、今と変わらずコンタクト能力の高さに定評のある選手でした。しかしとにかくパワーがなく、大学3年間でホームランを1本も打てず、あまりにパワーレスなゆえに上のレベルでの評価につながらなかったようで、ベースボールアメリカはうまくいけば平均的なバッターになれるかもしれないとの評価は下していたものの、まあせいぜいその程度、どんなボールでも打ててしまうせいだとも思いますが、三振が少ないと同時にフォアボールも少なく、打席でのアプローチもそこまでいいとは言い難い感じだったみたいですね。ポジションについては内外野いろいろ守れる器用さはあったため、将来はユーティリティとの評価が多かったようですが、肩がそこまで良くはなかったことから一番フィットするのはセカンド。そんなマクニールポジションの評価は概ね正しかったものの、2019年に MLB で23本のホームランと決してパワーレスではなく、また昨年は首位打者とおおよそ平均的ではないバッターになったのは面白いところです。2人目はブルワーズのブランドン・ウッドラフ。ブルワーズでバーンズと共にダブルエースの印象のあるウッドラフですが、ドラフトは2014年11巡目指名。もともと高校生の時の2011年にレンジャーズから5巡目指名を受けるも、この時はプロ入りせずにミシシッピー州立大学に進学。ただ大学では怪我やパフォーマンスが振るわなかったことから目立った活躍はできず、大学3年間の通算防御率が 4.70、 3年生の時には防御率 6.75 で途中からリリーフに回されるなど、高校から評価が下がってしまった点がこの順位での指名につながってしまいました。先発では90マイル前後の速球によく沈むツーシーム、将来的に武器となり得るチェンジアップを持ち球としていましたが、制球面には少し難があり、プロではブルペン向き。ただボールや体つきから先発でやっていけるポテンシャル自体は秘めている選手でもありました。そんなウッドラフですが、プロに入ってからは球速もアップし、フォアボールの問題も特に抱えていませんし、もともとブルペン向きと言われていたとは思えないほどにスムーズにメジャーの先発ローテーション定着を果たしましたよね。11巡目でこのレベルのピッチャーをゲットできて、ブルワーズとしても大満足の指名なのではないでしょうか。3人目は現在レンジャーズでプレーするマーカス・セミエン。彼はカリフォルニア大学バークレー校でプレーしていた2011年にドラフト6巡目指名をホワイトソックスから受けてプロ入りを果たした選手です。ドラフト時は守備面を評価されていて、一歩目の反応があまり早くなかったためショートに留まれるかは微妙であったものの、そこは評価されていたと。ただスカウトはセミエンの打力をかなり疑問視していたようで、木製バットを使うサマーリーグでは結果を残したものの、大学3年時は打率2割7分5厘、OPS 7割8分6厘とさほど目立った活躍はできなかったことから、少なくともその疑問を払拭するほどには至らなかったようです。まあ確かにメジャー上がってからのセミエンもせいぜいリーグ平均程度の打力しかなかったので、ある意味その疑問は正しかったのかもしれませんが、2021年にセカンドの選手としては史上最多となるシーズン45本のホームランを放つなど、今やセミエンがそこまで打てないという印象もありませんよね。4人目は現在マリナーズでプレーするロビー・レイ。2021年にサイヤング賞にも輝いた左腕のドラフトは、2010年ナショナルズからの12巡目指名と結構遅めです。もっともレイの場合、これまでの選手とは違って当時の評価が低かったからこの順位となったわけではなく、当時高校生ながら90マイル中盤のボールに威力のあるスライダーを投げていた点から、ドラフト2巡目相当との呼び声ももともとあった選手です。ただドラフト直前に少し調子を落としてしまって、球速が80マイル台後半から90マイル前半くらい、変化球も以前ほど良くはなかった点は評価を下げる一因となってしまい、またそれ以上にレイはアーカンソー大学進学へのコミットメントによって契約できるか不透明であったことが敬遠される理由ともなったようですね。まあ結局のところこの順位でチャレンジしたナショナルズが見事に彼との契約にこぎつけ、体の成長とフォーム修正によって球速も戻り、選手としての評価を上げることとなります。その後プロではポテンシャルを生かしきれない時期もありましたが、2021年サイヤング賞とついに才能が花開いたわけですから、この順位でプロ入りしたことは結果的には正解だったかもしれませんね。
5人目は現在ヤンキースでプレーするアンソニー・リゾー。2016年カブスの108年ぶり世界一に主力選手として大きく貢献したリゾーですが、ドラフトは2007年レッドソックスから60名指名を受けてのプロ入りでした。この時彼は高校生でしたが、188センチ102キロとすでに体が大きく、荒削りのパワーを示していた点は評価されていたものの、いかんせん守備範囲に課題があり、ポジションが実質的にファーストに限定されていた以上は評価が上がりにくいのも仕方ないでしょうか。ベースボールアメリカは木製バットでも結果を残したことで50名指名レベルの選手にはなったとしながらも、そもそもいくつかのチームは彼の指名自体に興味がないと当時のドラフトレポートに書くなど、まあまあ辛辣です。ポジションが限定されることから守備で価値を出しにくい以上、バッティングがプロでも通用するか否かが彼のキャリアの行方を決める状況だったわけですが、マイナーでも全く問題なく力を発揮し、トッププロスペクトとしての立ち位置を確立。メジャー12年間でホームラン283本、ファースト守備も安定感があり、リーグを代表するファーストへと成長しましたね。6人目は現在カージナルスでプレーするポール・ゴールドシュミット。オールスター通算7回、昨年は34歳にして初めて MVP にも輝き、このままいけば引退後の殿堂入りの可能性すらありそうな名ファーストは、意外にもプロ入りは2009年ドラフトダイヤモンドバックスからの80名指名でした。スティーブン・ストラスバーグがドラフト史上最高の選手という前評判からの全体1位、さらには惑星最高の野手マイク・トラウトもこの年の全体25位でプロ入りを果たしているわけですが、全体246位にも宝は隠れていたと。テキサス州立大学時代のゴールドシュミットは2年連続でカンファレンスの最優秀打者に選出されるなど、パワーとアプローチを兼ね揃えたスラッガーとして活躍し、大学3年時も18本のホームランを放つなど大暴れしていたわけですが、彼もまたポジションがファーストに限定される点が評価が伸びなかった一因みたいですね。また193センチ109キロと大きな体を使ったバッティングにより、純粋な打力ですとかスイングスピードはそこまでではない、上のレベルで通用するかどうかに対する疑問も一部あったと。アマチュア時点でファーストしか守れないとなると、どうしてもプロでの成功がバッティングに全てがかかってしまいますので、リスクも考えると避けたくなる気持ちもわかりますが、とはいえ MVP クラスの才能がこの順位というのは驚きでしかないですよね。そして最後は現在レンジャーズでプレーするジェイコブ・デグローム。ここ数年は怪我に悩まされているものの、2014年新人王、2018年と2019年は2年連続サイ・ヤング賞、先発投手ながら平均球速が一時99マイルを超えるなど、人類の新たな高みにたどり着きつつあったピッチャーですが、ドラフトは2010年メッツからの90名指名と、その後の彼の活躍を考えるとなかなかに遅めです。というかステッソン大学時代のデグロームは、当初パワーレスなショートとそもそもピッチャーですらなく、本格的にマウンドに上がるようになったのもドラフトイヤーの3年生のこと。ショートとクローザー、後に先発と二刀流として活躍し、ピッチャーとしては防御率 4.48。 メッツはデグロームがピッチャーを始めたかなり初期の段階から彼のモーションなどを気に入っていたようですが、90マイル台前半の速球のコマンドもなかなかで、もともとショートだったこともあってかアセチックさもあり、さらに投球フォームも綺麗と面白い素材ではあったようですね。投手経験の浅さから変化球はまだまだ途上で、またデグロームの素質を気に入っていたメッツ自身も、彼がフルタイムのピッチャーとしてどこまで通用するか疑問もあったことから上位指名は避けたんですけれども、結果的には大エースを見つける結果となりましたよね。ただまあメッツも大学で速球が90マイルそこそこだった選手が、今や変化球でそれくらいの球速出すほどの化け物になるとまでは思ってなかったかもしれませんが、こんな具合に今メジャーで活躍している選手のうち、ドラフトの順位が少し低めな選手を7人ほどピックアップし、ドラフト当時の評価を振り返ってきましたが、まあ今の姿と比較しても結構違う部分も多かったですよね。才能を見抜いたチームも素晴らしいですが、それ以上にドラフト時の評価を見事に覆した選手たちの努力も本当に素晴らしいの一言です。今回はドラフトの順位が比較的低かった選手たちの評価を見てきましたが、逆に上位指名を受けた選手たちが当時どんな評価を受けていたのかを見ても面白そうかなと思っていますので、そっちも見てみたいと思った方はぜひ高評価とコメントをいただけるととても励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。